よろしくお願いいたします。お願いします。では早速始めていきましょうかね。というわけで今日お持ちしたのはですね、ロミオとジュリエットの、ロミオなんですけど、まあ、女性は女性で、まあ、ロミオとしてというか、まあ、一人の女性としてセリフを読んでいただくみたいなイメージで大丈夫です。まあ、その大好きな人に会いたいという思いがあれば、年齢とかあんま気にしなくて全然大丈夫です。まあ、その基礎演技なので、どちらかというと自分の心情とか、心持ち、そういったものを大事にしていただければと思いますので、その若々しくとかそういうことはあんまり関係なく、自身のやりやすい、やりやすいというか、もうご本人としてやっていただければ全然大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、他人の傷跡を嘲笑うのは傷の痛みを知らない人よ。待って、あの窓から差し込める光は何？向こうは東とすれば、ジュリエットは太陽。昇れ美しい太陽、妬み深い月の光を消してしまえ。自分に仕える処女なるあの人の方が美しいとて、悲しみ嘆きすでに闇青ざめている。うん、待てってまず何で言ってるんだろうって、ていうか誰に言ってるんこれっていう一人で押し飲んできてるわけですよ、ロミオって。はい、待てってこれ誰に言ってんの、つい出ちゃった言葉、日本人もあるじゃないですか。はい、急に誰かがこうテンション上がる何かが来た時に、ちょっと待って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 ってなるじゃないですか。はい、その待てどう言ったらそれがこうそう聞こえるのか、この待てが聞こえるのかっていうのをちょっとまず研究して、そこから待って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 、ええってよく見て、あ、やっぱりあれってもしかして、ジュリエットなの、ジュリエットなのっていうテンションの上がり方。はい、でジュリエットと確定すれば、ジュリエットだ、向こうって東だよね、いやーとすればジュリエットは太陽だよ、太陽、はい、俺太陽の俺よ、もっともっと昇ってくれよ美しい太陽、まあそこの妬み深い月の光やなっても早く消して、もあなただけが見たいのよ、自分に仕える処女なるあの人の方が美しいとても悲しみ嘆きすでにもう闇青ざめてるよ、見てあの月、もう全然月なんて綺麗じゃない、あなたの方が綺麗なんですよっていう気持ちっていうのを、いろんなところにそういうのを踏まえていけばもっと面白くなるんじゃないかなと。はい、うん、綺麗に読もうとか全然思わなくていいです。はい、うん、その気持ちを出すっていうことの方がお芝居って優先なので、綺麗に読むよりは、はい、うん、今度それをちょっと考えて聞かせてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他人の傷跡を嘲笑うのは傷の痛みを知らないやつだ。待って、あの窓から差し染める光は何だ？向こうは東とすればジュリエットは太陽だ。昇れ昇れ美しい太陽、妬み深い月の光を消してしまえ。自分に仕える処女なるあの人の方が美しいとて、悲しみ嘆きすでに闇青ざめている。見て、あの人が頬に手を持たせかける。あの手袋になりたい。そうすればあの頬に触れられるのに。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいですね。かっこいいですか？かっこいいんですね。どんなことがあってもこう余裕がある感じが。ダメだな、理想が高いんだな。高いですね。逆にかっこよくするんであればもっととかっこよく、もっと宝塚っぽくしても面白いかなと思って逆に逆にやるならもうとことんかっこよさを突き詰めるみたいな。
はい、うん、宝塚の男優さんって所作がもうかっこいいんですよね、うん、昔セーラームーンの舞台を見に行った時に、あのタキシード仮面が宝塚の人だったんですよ、うん、こうセーラームーンに向く時もこうやって普通に横に喋ってる時もこうやって向くんじゃなくて、こうやって喋ってる時も一回こうやってからこうしたりするんですよ。そういう無駄な所作、めっちゃ無駄な所作なんですけど、舞台で見てるとそれがむっちゃかっこいいって思ったりするんです。そういうかっこよさの無駄っていうのを逆にもっと突き詰めたらより面白くなったりするのかなと思ったりします。そのかっこよさを突き詰めた結果、あ、ロミオちょっとバカなんだなっていう恋に溺れてんだなっていう感じっていうのが逆に出てきて素敵になるんじゃないかなと思ったりするので、あ、なるほど、そういう方向を突き詰めてみても面白いかもしれないですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、また聞かせてください。はい、ありがとうございました。はい、自分のやりやすいところでやっていただいて大丈夫です。はい、タイトルは別にいらないですので、いつも雨が降っていたからいただければと思います。ちょっとやってみましょうか。はい、ではよろしくお願いします。気持ちができたらいつでもどうぞ。いつも雨が降っていた。友達と喧嘩した時、先生に怒られた時、挫折した時、大切な人を失った時、そして孤独になった時、君が隣にいてくれるな。雨上がりには素敵な虹がかかるのだから。はい、ありがとうございます。そうですね、素敵な、自然に流れていってるのでとてもいいと思います。ただもうちょっとだけですね、間であったりとか、もしくは感情の込め方に強みがあってもいいのかなっていう感じですね。ですね、ちょっと部分部分で分けてみましょうか。最初、いつも雨が降っていたから、降りしきる雨を受けながら、まるで世界の不幸が僕に向かって落ちてくるのを感じる。ここまでが一ブロック。で、そこで僕は気づくから、最後、君が隣にいてくれるなら、までが一ブロック。ちょっとこのブロックに分けて、どういうふうに感情が変わっていっているかっていうのを考えていきましょう。ってなると、まず最初、いつも雨が降っていた、友達と喧嘩した時、この辺、まずこの最初のブロックですね、ここに関しましては、いいことなんて一つもない、本当に嫌なことしかないっていう風な部分なので、もっと落ち込みがあってもいいのかなっていう感じですね。まあ、その演出の BGM とかによってまた変わってきたりはするんですけれども、よりこう音もなしに明確に表現するということであれば、もう気持ち暗い方が重いものを何か出していった方がいいのかなと思います。最後の方まで読んでいくと、そこで僕は気づく、そうなので、なるとおそらく最後ここを僕ならラブにするんですよね。愛に気づくと。なのでその一個前の状態、そんなことを考えているといつの間にか雨が上がっていた。雨上がり、空にかかる橋を見て君は言う、雨が降ってよかったね。ここに関しましては君にはライクの感情があっていいのかなと。そこの微妙な変化があるとよりドラマチックになって面白いのかなと思います。そのブロックをちょっと考えて演じてみてもらってもいいでしょうか。